ゴッドレベル神頑張れバルキリー勝て勝てバルキリー頑張れ !1 対 1! タイマン勝て勝てどうもみなさんこんばんちは、そちらです。タブス・シャープ56じゃなかった。えっと、26やっていきたいと思います。前回55日やったので、今回はコストを1万使って、で、敵が、こんな感じかなジャイアントがるなジャイアントにえな何これえ、これ何 え、このジャイアント忍者とかおったえなんでこんなにでかいんジャイアント忍者。ジャイアント忍者ってこれえジャイアント忍者え、違うよねえ、なにこれえ、怖いんやけど、でっかい集計投げるんやか。これ隠しキャラおるんま、やっていきましょうじゃあ。とりあえず、上に盛るのか。雨、や,やりの雨。槍の雨対策としては、縦突っ込みでいいかな。縦で防げると思うよね。縦で突っ込ませとこう。結構耐えるんだよ、縦って。まあ、一応横に置いとくかな。で、後でカバーしに来るように、縦が。で、ここ弓矢を持ってるんで、弓矢には侍を置くと、侍弓矢端から。 侍がでえっと後ろに侍がおる侍モンキーと忍者がよう分からんのねそうだバルキーで突っ込ませるかッレッツゴーんやろあの忍者忍者んしよ、これ全然忍者何しとったん何も弱っいらんわこれ101キャラで追ってもいらんわやばいドラゴンファイアにやられたあでもえー、ドラゴンファイヤーだっただけかやべえ熱いぞ熱いぞこれやばいぞこれあでも大丈夫足元入ったこれドラゴンファイヤーは足元に入ってしまえばあと下のやつを倒せばいいだけだ ナイスだと下の人間を倒すばかり。やれやれ。バシバシして、バシバシバシ。バシ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 。倒せ倒せ。行け殴れあれあの青いやつしぶといな。こいつ。めっちゃかわいそやん。うわ、かわいそう。こんなことしただけがみんなリアルで。よい子は真似しないでね。次、あれ ?57、58がない。57、58がないみたいですね。はい、じゃあないので、その59いきます。鉛筆。これ遠距離でいいんじゃね うん、手裏剣でいっちゃおうかな。手裏剣に応援団二人つけてやっていきましょう。そして俺がやる。バルキー近くに来らした終わりだな。近くに来らせる前にやっていく。ごめん、バルキー行っとって、行きとったいや、後で,でいいや。バルキー後で,でいいや。一体行きと、あこ行った後、バルキー。バルキー。あれおらん落ちてたあ、落ちてたんか。オッケー、勝利。さあ次。デイ60。ボスかな。デイ60、おった。これだ。ボスじゃないぞ。 2万使っていいのジャイアントがいるじゃん。これでいこう。ピッ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 レッツゴーこれ打ったら後ろに下がるんでね。だけど後ろに桜みたいななんかあるんで。大丈夫かなと。まあ、近くに凝らせる前にね、これ一番遠,遠距離なんかな。どん,どん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 打たれていく打たれていく打たれていく。すげえな、シャワー。ヤンのシャワーだ。さあ、ジャイアントもこれすぐ閉めよう。うほすげえな、これ見たよるだけで余裕。はい、あとは あとあれか。ナイスやべえな。これ気持ちいい。これ気持ちいいわ。61か。61。でもこれも同じ。え、これやったくないほぼ一緒。あ、なんかちょっと多いんか。敵が。いや、同じだね。一緒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 。一緒だ。うんおらお、同じ同じ。次。62。中からいっぱい出てくるやろ。あ、ゼウスやな。しかも。あ、ゼウス俺ね。これ手裏剣でいくか。今、弓矢でいたし。 手裏剣でいきましょうしかもスーパー応援団手裏剣でいようがめちゃめちゃ応援団つける7体1234567体ずつつけるもう連射力の半端ない手裏剣2体それはやばいやろそれはやばいやろしかも縦やし普通に負けるやべや,やべややべややべやあーあるじゃんもっと強いやつがおるじゃん応援団を ずつね専属の応援をけときますはい、頑張ってくださいね。ま、これだけでいいんじゃないコスト余っとうけど。もうこれで勝てるでしょ。やっぱり練習力押せるぞ。もっと投げろ。OKOKOK。OK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 。あー、始まった始まった。始まった。始まったよ。みんなの本気が。怖い怖い。怖いねー。 中見えないけどもうなんかすごいねあ、すごいねどんどん入ってくね中に詰まっとんかなお邪魔し,しまーす真っ暗見えんえ詰まっとらんこれああただ入れた入れだ攻撃できんやんこれナイスちょっと分かりづらかったんですけどもあいついい63日目1万5000んちょっと難しくねこれ大抵応援団おれば勝てるっていうかあの、あいつおれば勝てるマジでこれ1体でも勝てるんじゃねちょ、?1 体でいって,いってみようかちょっと遊びながらプレイしていこう今度は はい応援団祭り一、うん、体でも勝てそうになっちゃうんですよねめっちゃ突っ込むなお前調子乗るなお前調子乗るタイプかおおでも倒す倒すすげえすげえすげえんであいつら逃げようんうわっジャイアントおるしやばっえしかも死んどらんあ負けたわこいつもおるんかいあ普通に思ったより強えわこれ甘く見すぎてやりました申し訳ございませんこれでどうだこれでどうだうまくいかないだろこんなにいっぱいおったら無理やろうがえ どうよこいつ、お前も倒されるぞ。距離がお前、あ、でいいぞ、いいぞ、いいぞ。当たった、当たった死んだいや、息してない。さあ、あとは巨人のみ。巨人を駆逐してくれ。おい、けそう、行けそう、行けそう。やばいぞ、これ。あやばいやばいって一気にめっちゃ殺されたお前、まあ、近づくな、そんなに。うん、叫びよう巨人が怒っと。マジ巨人みたい、なの。近く行くなって、マジで。え死んだ、俺。 あ全員死んだもうダメだどうしよう巨人専属のバルキリーつけるバルキーバルキーバルキー頼むこれで勝ってくれ勝ってくれバルキリーで追いというかえバルキリーでらわんのやけどえなんどこで死んだんバルキリーバルキリーちょっと一回橋の方に置いとこさト凍らされるんやかお前のバルキリーまだ行くなよほら味方に攻撃くらいやらんほら味方の絶対これ味方の攻撃くらいよるおののやつあでもいいやい,いやおいやめめ バカ野郎本当のバカ野郎だな。任せろ、俺が1体もらって、ここからもらないよ。全然出るなんだけど、剣がおのか、おのか出らん。とっとかんな、もう俺がせないけんのよでも、俺がやるしかないな。あ、ごめんああ味方食らうんだこれそういうことか。味方にダメージあったようみたいな。危ないね、<ー>集中近くにおらしたらうらっ。え、何バグった。あとは、おった,ったおった、生きておった。どっかお、俺ら降りれんの、ここらへんとか。 やばい勝った危ねえ危なかった。これ味方食らないね、この武器は。気をつけよう。さあ次、64日目。え何このマップえ,えこんなマップなかったでしょ、今まで。えすごい。面白い。新マップじゃん。3万新マップ3万。どうしようかなーなんか違うのも使おうか。これでいこう。えー、応援団。はいレッツゴー重たい、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 重たい。重たい、重たい。 ナイスめっちゃ重っやっばやっばやっやばすぎるまっそんなに歌,歌うんでもないこっち死んどいやろもうやばいなこの弓矢ね一個一個になんかデータみたいなのがあるけか知らんけどこの弓矢大量に打つやつ相当重いよね早、はい、送りでどうぞんおらんくなっとるやんやられとるやんいつもにか。 いやもう結局やっぱりこいつはついんよ今の時代レッツゴーちょっと待って俺応援団多すぎやわっていうか応援団多すぎじゃんこれがマジっすよねレッツゴー遠いなあこれがいいなちょうどあちょうどいえ相手もあの雨のやりあったんや だからさっきやられたとったやないいねいいねいいねつえつえつえマジでつえマジでつえ気持ちくないから見れてほらねえみんながぶわって投げてさもう相手に攻撃の隙さえ与えずでなんか来たぞこれなんだヒーラーよねこれヒーラーだけじゃなんもできないでしょうわこんなんおったんやでも大丈夫次はこれ味方の味方味方,味方に攻撃しようわマジで戦闘のやつとかいっぱいやったら一列にやったらいかんなあとどこ お前は何死んだふりなんでこんなところ死んだの絶対これ死んだふりよね。え、そっち行きよるよね。え、これさすがに死んだふりじゃないでしょ。弓は手放しとるし。も死んだら沈むはずなのね。え何え、違うえ何まさか。うわずるいだろ、これマジで終わらんやん。いや、どっか登るうがねえか。いや、マジかよ。あそこにおるってことは分かったから、これが、どうにかやるしかない。ほ。 全然止まんやんダリーマジで大将暮らさないけんダルバルキリースーパーバルキリーみたいなのおったらいいのになレッツゴーだってバルキリーもダメだこいつ味方に攻撃するけどさちょっと考え直そう一回やり方を勝負のバルキリ出るんだヤバくないこのバルキリーも強いぞあでも弓ややられるなこれ弓の雨にほらほらこれ,これ,これ,これどうにか受けたけどもう 先に雨の槍のあのナイス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 そういった倒,倒したのはナイスこれじゃきついかなでもあきついなやられてるねダメだダメだこれ難しいあ,あわかったスタートが悪いスタートがスタートからこの槍の雨を倒せばいいんや簡単な話じゃないか上に引っかかるあれバグなんじゃなくてそういうシステムなのかなあれあれ,あれちゃんとあそこが降りとるかどうか確認しよう大丈夫やね降りとるね降りとるね引っかかってないね一人なんか落ちてたし 大丈夫か、今回は。で、おーこっちはもう勝っとるね。巨人も勝、巨人に勝ってやる。マンモスにも無駄に攻撃与えてくる。めっちゃ凍っとるやん。てかってか。可わいそう。味方に食らうからみんな気をつけて。ここ,こ,こより味方自,自滅したよね、ほら。味方同士で死ぬんや、俺、ね。さあ、後ろ。やっちまえあの巨人で最後だ。巨人っていうか、まあジャイアント、サムライやったっけサムライジャイアントかはい、終わった。よっしゃー 素晴らしい。さあ次。お次65や。これボスかなあゴッドレベル神神のレベルだって。5000で、うわ、やば嘘やろえこいつ確か6000よね。6000に対の12000に後ろに、えあの氷の投げるやつやんこれを5000で攻略しろと。正直言っていいバルキリー連打しか考えられん。バルキーは巨人に対して強いから。 先にこいつを当てるや,れやった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 オッケーあとはオアシさん味方同士殴るよこれ勝てんじゃねえバカやん味方同士の殴り合いするのやばいよしー倒したあとお前だけや頑張れバルキリー勝て勝てバルキリー自分殴るよ自分殴るよ頑張れ頑張れ頑張れ地道にダメージ与えていけキャッキャッキャ頑張れ1対一タイマン勝て勝て よけろオッケいぞいけいけいけはせ外せはせ外せ頑張れあっやばい大丈夫かナイスよく耐えたいけるかいけるか頑張れそろそろダメージうおい勝った素晴らしいゴッドレベルを一発で攻略なんて才能だうららすごすぎるさあ70までいきたいな66がなくて666があるんや。 これ一番最後にした方がいいかな67いきますえな何これいやもう知らんしこんなん欲しいんやけどずるいっちゃうマジでもう俺だけどないんやもんゆるさん一発やってこわきややばいこれ違う俺がつけたやつ違うこれこっちだマジこれでもダメか落ちるじゃん1500でどうやってかってんのこれ難しいだろうバルキリー3体でいく おい,いねえ鋭い,い。一気に馬から弾いた。馬めっちゃ暴れるやん。やば。怖っ。どっか落ちたし。あとは敵はあれあ、一発あ、意外と防御力弱いんやね。さあ次、67、68か。お、またや。なんか似とるけど。バルキリーの数が違うぞ今回は、うれうれうれ簡んやんか。バルキーリレンダーが、バルキーリレンダーが今になってまた活躍中。さあ、69日目。これもバルキーでしょ分かったよ。お前の対処法は。 落馬したら終わりなのかなあいつあ落馬したら終わりって感じかだっけどもう落馬させたらんやん言うたらあいつ空飛びオらん勝ったやろでも終わった終わった終わった,ったあと馬も倒さなきゃいけんのナイスっじゃあラスト70日目ボスやっていきたいと思いますさあ今回このボスがねえー、っと馬落馬させないこれ弓矢もおるんか変にバルキリー使えないけどもああキングもいて後ろにストーンやろ バルキリーで割らせようぜいや少ないなこんだけしかお,おせえ一 ?1 万でしょは20体しかお,おけんのか勝てそうな気もするけどなうんストーン先にやった方がいいと思うあキングがおるんかうん、ストーンがキングをあっ通したキングナイス剣が刺さっとるナイスあとはこのストーンだけ よしはいというわけで今日はタブスシャープ何歩か忘れたけどもこちらで終了しております次からは、えー、71日目からやっていきたいと思いますもう少しで終わりですね残り30日で終わりですねというわけで最後までご視聴ありがとうございました楽しみた方はチャンネル登録と高評価とコメントも残してってくださいそんじゃまたバイバイ 最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日。バイバイ。